えー、皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただき、ありがとうございます、えー。神奈川県は川崎で開業しています、桜市会員の沢村ですあ。唐突ではありますが、壺という単語ありますよね。えー、皆さんは壺という単語で、えー、単語の言葉で何を最初に思い浮かべますか、えー、私がまず壺という言葉で思い浮かべるのは、えー、土地の単位です。えー、一粒は、 1>, 1坪は面積の単位で一般的に畳2枚分2畳分の広さですよね。今は使われてない借款、えー、法の単位なので例えば不動産屋さんの窓によく貼ってある物件情報に、えー、何々駅徒歩分○○分築丸年、えー、何坪、えー、何々平方メートルなんて、えー、出てるのはよく目にしますよね。 まあ、ただし実際は、えー、不動産取引証明には平方メートルが使われて、えー、いてですね、壺という単位はあのー、昔からの名残りで、あくまで、まあ、参考値として併記されているだけなんです。えー、そしてですね、えー、次に壺として思い浮かべるのは、えー、口がすぼんでいる容器で、 まあ、主として、えー、食料の貯蔵やあ水や酒などの飲料の運搬などに、まあ、運搬という用途に使うものですね、えー、他に思いつくツボっていうのは、えー、思う壺になるとか笑いの壺にはまるなどという慣用、まあ、句とか言葉に使われててあのこ口がすぼんで中が大きい穴のような、まあ、ものにです、ね、はまって入って落ちてしまって。 出口が狭く引っかかってすぐには抜け出せない状態をそこから転じて、まあ、狙い通りになるとか急所を抑えられるの意味がありますよね、えー、その今の思うつぼになるの丸1は、まあ、相手をうまいこと誘導させて自分の思い通りにすることですし丸2の「笑いのつぼにはまるは」はお笑いの芸人の例えばですよ、えー、お笑いの芸人の人の一言が。 1一つの、ねまあ、アクションで,です、ね、笑いの急所をつか、えー、まれたため見ていたものが、まあ、その後、芸人さんがどんなつまんないことを言ってもしてもです、ね、笑いが止まらなくなる状態を示すものです。まあ、そして思い出す壺は ま、鍼灸の目安となる壺経絡です。この場合のツボはカタカナを当てることが多いですよね。まあ今お話しした土地以外のま土地で使われている壺以外のね。1坪とか言われている。壺以外はあ全てですね。あの、同じ漢字を書きですね。えまあ容器を壺が元になっていて、まあ大事なこととか急所とか要所の意味から来ているんです。 そこでですね今回は、まあ、その壺のお話をしたいいと思います、まあ、年末から年始にかけてあの医療機関も休診になるところが多いですよねそんな時歯が痛くなると困りませんかそんな時自分で何かして痛みを少しでも止められたらなと止められたらなと思いませんか、えー、もちろん、あのー、これ以上歯の状態が悪くならないためにも ばい、まあ、菌の繁殖を少しでも抑えるという点で、まあ、痛くならない範囲で口をゆすぐとか歯を磨いていただきたいんですけども、まあ、また痛み止めの薬があれば服用していただきたいんですけど、まあ、そういったことができなかったりできなかったりあともっとなんかお手軽な方法はないのかということを考えたりしませんか、まあ、実はあるんですよ。 えー、体にはですねあの歯の痛みを止めるですね、まあ、和らげるツボがあるんです、まあ、ここでいうツボはあの先ほどお話した鍼灸の経絡のことです、まあ、このツボを押す指、まあ、圧するマッサージすると歯の痛みが軽減する可能性が高いんです、まあ、ではこのツボを、えー、紹介していきますがまずはあー歯がある、えー、顔面とか頭部以外のね 場所ににあるツボについてお話します、えー、基本的には痛い側の痛い方の顔で、ねえー、行いますけども、えー、両方とも、えー、やっていただくと違う側もやっていただくともっといいようですなお一つの方法で効かない場合は他の方法をトライしてみてください手、えーえー、手にツボがある場合、えー、合、えー、と手の、ね、甲で 手の甲で、えー、人差し指のこの骨と、えー、親指の骨が合流するところがあるんですけど、その場所からちょっと、えー、この人差し指寄りのところですね、ここのところの凹んだところをですね、まあ、あの親指で、えー、こういう感じですね、ちょっとやりづらいんで人差し指押さえますけども、親指の腹で,ですね、えー、こういう、うまくつんないかな、こういう感じで、えー 当てて強めに5秒間何回か行ってみてくださいあと、指数点、えー、歯の痛い点って書くんですけど手の,、えー中指とえー、手の中指と手、えー、の中指と薬指の付け根の,の水がきみたくなっているところなんですけどこ,のここも親指の腹でこと人差し指でこういう感じでつまんで、ね、押していただくともいいか,いいかと思います。まあ、強めに5秒間 何回か行ってみてみください、えー、次がですね、カッコ3、小陽、えー、人差し指の、人差し指の、まあ、付け根の親指側、ここですね、えー、ここはですね、特に下の歯の歯とですね、歯茎の痛み、えー、上の前歯6本に効くと言われています、まあ、親指どこうに、人差し指で、これ逆になっちゃってるんですけど、こういう感じですね。えー 強めにですね3秒間か5秒間何回かここに押してみてください次がオンル、えー、親指をですね天井に向けてこういう感じに天井に向けてですね肘を軽く曲げます、えー、この肘の結んだいかしこの曲がり際と、えー、手首を結んだ線ちょうど真ん中より、えー 少し親指側、一本分を、えー、手首寄りですね、場所ですね。下の歯に効、まあ、くって言われています。えー、親指で1分ほどですねあの、強くして何回か行ってください。ちょっと水はいいけど、こんな感じになります。ここと、ここの結んだ真ん中の親指一本分ですね。そういうことです。うん 次にですね、あの足につぼがある場合ですね、まあ、体が硬いし、ちょっと映りづらいので、実演は勘弁していただいて、えー、イラスト等でお見せしたいと思います。えー、まず、湿度点。あれ湿度点って手にあるんじゃないのって言われるかもしれませんけど、えー、実はですね、湿点は足にもあるんです。えー、場所はですね、足の裏の親指と人差し指の間。 まあ、さっき話した水書きの部分のところから1.5センチくらいの下です。まあ、椅子に座って足を組んで両方の手の親指でグッと押すとですね、あの、力が入りやすいです。えー、1分程度ですね、強く押し何回か行ってみてください。えー、かっこに内定、えー、足の甲の側の人差し指と中指の付け根の間で水書き部,で部分です。えー 親指で1分ほど強く何回か押して行ってみてくださいでです、ね、あの押すのがあの力が入らなかったり足のツボに関してはあの体が硬くて、まあ、ちょっと押しづらいという方はです、ね、このボールペンとかペンの,です、ねこのえー、背の部分で,す、ね、で押すとうまくいきます、えーまあ、今回は、まあ、顔面頭部以外にある歯の痛みを取るツボ、ねえー、についてお話ししました まあ次回、ですね顔面頭部のツボについてお話ししたいと思います、まあ、なお、ですね今までお話した内容は、まあ、緊急時の対応にしか過ぎませんので即効、まあ、的にですね痛みが消えることもあればあの消えないこともあってですね全ての方に同じように効くものではありません、えー、ましてや、まあ、ツボをすまっさりすることによって虫歯が等がですね治るわけではないということをですね、まあ、ご理解ください。以上です えー、お口のことで何かお悩みの方は当院にご相談ください連絡先は概要欄に記載しております皆さんご自分の歯大切にされていますか、えー、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます、えー、動画アップのモチベーションを維持するために皆さんの温かい応援チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いですよろしくお願いします